する。わかります。スライド操作しながら喋るんです。あ、はい。じゃあ、こっちで。猪苗代工場の、始まりの美術館スタッフの小林です。一組目の、素晴らしいプレゼンを聞いてですね、恋水くんのプレッシャーを感じまして、僕はパワポをいじりながら発表したいということで、そちらで発表させていただきます。はじめまして、スタジオ L というところから来ました、恋水と申します。よろしくお願いします。稲城工場は、去年6月に始まりの美術館という美術館 の、 開館の時に際しまして、プロジェクト福島の皆様と一緒に大風呂敷作りました。そもそも始まりの美術館っていうのは福島の稲城町にある、アールブリット美術館ということで、アールブリットっていう芸術を受けてない人でも全ての人が表現者であるっていうようなジャンルの芸術でありまして、そういうアルビュートを基調とした美術館です。で、障害者支援をしています、浅香育園というところが日本財団の支援を受けまして、築130年の酒蔵を改修して美術館としています。で、地域に根ざした美術館として、スタジオ L という街づくりをデザインする会社、僕が今勤めているところなんですが、共同でやらせてもらいました。で、このようにアールブルートというジャンルを広めること、であと、震災復興、そして、地域創生といういろんな願いが込められた、美術館となっております。で、なんで、大風呂敷を作ることになったかといいますと、稲城の皆さんと開館に向けて何かしたいなということで、とあと美術館でオープンをみんなで祝いたいということで、僕福島で面白いことをしてるの知ってますよ、徹底的にパクっちゃいましょう、今ちょっと問題になっているさすがにちょっとまずいんじゃないかということで、ちょっと福島に面白いそれをしている暇そうな建築家の方を僕つながってるんで、僕でぜひ浅野さんの呼んで一緒に大風呂敷縫ってつながりを作りながら除幕式をしようということで、やらせてもらうことになりました。で、まずは町の皆さんの意見意見を尋ねて、で、そして美術館開きますよって、よかったら来てくださいって言いながら不要な布をいただきながらいただいてました。で、そして、震災の避難所で使われていたカーテン、白いカーテンを、譲り受けていたので、縫い合わせて紅白幕ならぬストライプの垂れ幕を作りました。はい。で、一番最初、プロジェクト福島の皆さんをお呼びして、どうやってこう風呂敷作っていくかということをノウハウを教えていただきながら、一緒にワークショップ形式で、地域の皆さんにノウハウを伝授していただきました。で、開館までの1ヶ月間で、現地スタッフだけじゃなくて、プロジェクト福島の皆さん、地域の皆さん、あと、いろんなところから、ご協力いただいて、大風呂敷作ることになりました。で、そのオープニングの前日ですね、除幕式ということで、こんな大きい除幕式ネットで調べても一切こうどうやって設定したらいいか分かんないんです。なんで本当に素人作業です。素人作業でこうしたらいいんじゃないっていうぐらいで勝手につつけちゃいました。で、でオープニング前日も前夜祭っていうのを地域の人をお呼びして開いて、ですごく綺麗だねとか、明日オープン頑張ってねと言われながら前夜祭楽しんでました。で、オープン当日ですね、これ僕なんですが、ちょっとよく覚えててください。こういう風に始まりの美術館のロゴと大風呂敷バックにして、こう写真スポットみたいに皆さんもこう撮っていってくれる、爽やかでいいですね。ありがとうございます。爽やかで、ね、白いシャツ でサラサラな感じで、で、地域の皆さんから地域の皆さんからね、布もらってるんで、あれ私んとこの布だって言って、文字がいいねみたいな、そういう話題もいろんな会話弾みながらオープンを迎えたんですが、で、除幕式です。地域のお子さんとこう選抜してこう可愛い子をね、よりすぐって除幕引いてもらいました。するとですね、素人仕事だったので紐が外れてしまいました。子供が転びそうなこの子この後大変なことになったんじゃないかっていう
外れた瞬間3秒ぐらいみんな止まるんですね。はい、そうすると3秒後みんなが駆け寄ってきてくれました。でよいしょよいしょと引っ張って、引きちぎるかのように本当に記憶に残る序幕式になると皆さんからお褒めの言葉をいただいて、そしまあもちろん落ちないのにはやっぱ責任があります。問題があって誰かが責任を取らなきゃ、現場監督誰なんだということで、僕が坊主になりました。多分大風呂敷で坊主になったのは猪苗代だけなんじゃないかなと思いますけどっていうような記憶に残る除幕式。これ除幕式の日に坊主にしたんですよね。除幕してから15分後に床屋さんに行ってすごい青い顔してる小林塚みたいな、なんかいなくなったなと思ったらこれで登場したっていう。早いね仕事が仕事が早いのが一番だね。もうしかも下でさっきの写真見せてネタにしてプレゼンしてる時の写真ですね。ちょっと神業で下のなんかさっきの爽やかな写真とこの頭でって言ってこうなんかどっかでこうネタにしてドンって笑い取ってる感じの時ですねこれ。そうです、はい、これでも マジすぎてみんな笑えなかったっていう。で除幕式に使ったんですが、その後も、いろいろと美術館のこう小さなコンサートの背景として使ったりだとか、街中のイベントであったりとか、児童施設のお祭りとかいろいろオファー、これ使わせてください、あれ使いたいんですけど使ってもいいんですか、どんどん使ってくださいということで、もう、まあ、大きかった大風呂敷がどんどん小さくなっていって、まあ、いろんなそれもそれで大風呂敷らしさなのかなと思いながらということで、なんか今回も明日のアンサンブルズ東京の、まあ、テントを囲うやっぱりこう部分で猪苗代の布を使わせてもらってるんですけど、微妙に長さが足んなくて、これ1メートル足していいのかなとかって連絡するとあ、いいですよって言われ、こうくくりつけるのにハトメっていう穴を金具をつけた方がいいなっていうので、ハトメ開けちゃっていいのかなって連絡するといいですよって言って、どんどん成長してきますね。やっぱ幕として使う、一番最初にこう幕として使ったっていうのはすごくみんなの印象に残っていて、その後もやっぱりこうやって幕に使ったりとか、あとこの間もアーティストさんでこの、まあ、猪苗代とか美術館でこうなんかこうポイントになるものは何かって聞かれたので、やっぱオープニングのこの除幕だってことで、それをやっぱりカットしてそれをこう身を包むマントみたいにしたりとかして、すごいこういろいろ使われながら、で今度その使ったマントは、東京の集まりでも展示されることになるんですけど、そういう形でいろんな変化をしていくっていうのはすごい特徴的だなと思っています。ということで皆さん福島にお越しの際はちょっと猪苗代まで足を伸ばして始まりの美術館ちょっと覗いてみてください。はい、ありがとうございました。福島チームでした。猪苗代チームでした。